スタジオがちょっとバタバタしておりますが、行きましょうか。始まるの？始まるの？じゃあちょっといいでしょうか。はい、お願いしますよ。有楽町から生放送でお届けしています。日本放送サタデーミュージックバトル天野ひろゆきルート930。それでは大声が聞こえております。本日のバトルゲストをお迎えしましょう。一人目はこの方でございます。スタートから2年、あちらのスタジオにお邪魔したことがありましたが、とうとうこちらのスタジオに登場でございます。1990年から続くアッコにいい加減に1000回のパーソナリティ、和田アキ子さん、アッコさんでございます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。ついに来ていただいて。本当よ。本当だったらいつもは終わって。反省会でね、反省会でみんなでお弁当食べながら、ああいうのってどうするとか、あれは良かったねとかって、今日のおさらいみたいなのをしてる、非常に大事な時間だ。放送で打ち上げ、ね、そういうのをやってもしょうがないんだけどね。いやでも、でもなんか、はい、で天野ちの、はい、そう1回目だからって言って他のゲストいないのっつったんだけど、そうなんですよ。意外に人脈がなくて、そういうことじゃなくて暇みたいじゃないか。私がアッコさんしかないだろうということで、私のもう切なる願いが、私しかないならさ1回で済むのかよ。いや、おかしいだろ。いや掘り下げないでくださいよ。いやでもね、なんかお祝い事って好きだから、なんか1回目ってもう本当嬉しい。本当にありがとうございます。呼んでいただいてありがとう。今日は隣のスタジオから一歩ぐらいで、ほら半歩だよ。本当にありがとうございます。いやでも私はそうなんだけど、カッキーもなんでいるの？やっぱ2人はね、もうコンビみたいなところ。もういいのよ、2時間が限度なんだから。私僕の体はアッコさんに対応する2時間までなんですよ。私ね、本当にいい加減旋回で、もうあれで皆さん来週もお元気でお会いしましょうで、カッキーはいいのよ。もうあれいっぱいなんですね、アッコさんの中で。ちょっと一応カッキーの紹介させてください。アッコさんお腹空いてるんですよ、やばいですよ。いいですか、もう喋っておりますが、2人目はこの方。局アナとしてアッコさんのお相手を務めて18年。この春日本放送退社、ホリプロ入りを果たし、フリーアナウンサーとしてあなたとハッピーだけではなく MX テレビの夜のワイド番組バラ色ダンディの司会まで務める荒稼ぎっぷり。増毛した頭は今日もふさふさでございます。フリーアナウンサー滝原新君です。お願いします。ありがとうございます。この紹介間違いないですね。18年。ああそうそう、アッコさん18年一緒にこのペアで仕事したっていうのは、あれえどうなんだろう。ラミネ君アッコにお任せして。ああそうか、もう35年だからね。そうですね、そうです、生放送で、ね、その2人の気持ちお察しいただきます。でもね、意外にみんな痩せずに芋あれずに、そうそうそう、時々アッコさんが言ってお前痩せないなって。今役員になったね、役員なんで私について1ヶ月で8キロ痩せた。そのアッコさん、アッコさんライズアップやってみたいですね。アッコさんアップ怖いっすよ。アッコさん僕も最初も遅刻から始まりましたから、よくまあアッコさんとここまで関係が築けてよかったです。もちろんじゃあそれで影原くんこう日本層からこのフリーになる時なんかアッコさんにもご相談もして、アッコさんの色ホリプロしかないと思って。彼はこの働き方改革で大変な時に働きたいっていうんだから、もっともっとやりたいですよ。それであと2年バイタリだって日本放送で我慢したら退職金2000万ぐらいもらえるんだよ。具体的な話をしてたんですね。いやいや本当です。それを蹴って自分で稼いで、もっと仕事したいホリプロに入りたい。でうちら全部で集まって、でもうどうするとどうする、アッコさんのスタッフ皆さんが集まって、カッキーのうちのスタッフと仲いいんですよ。やっぱり15年もやってたら、ね、じゃあそういう班に入るだろうと。もしまだアッコさんの班に入って、で僕はその決意を、2000万円を蹴ってでも今ホリプロに入るという決意を褒めてもらえるかと思ったら、アッコさんが一言アホちゃうかって言われて。そうですよね、目の前に2000万ぶら下がってさ、我慢すりゃいいわけだから。でアッコさんもう決まってんのに、だったら一回ホリプロに入るの一回やめて、その2000万を持ってこいと。上納金をね、私2000万持ってこいって言うんですよ。その2000万がもったいないですよ。もったいないでしょ。だってもったいない。だけどそれぐらい働きたいっていうね、その前向きな気持ちをすごい、だからガッツがあるって。いえ、うちの事務所もみんなも最初断ったんだよね、確か。最初断ったんだよ。
かなかだよ。いろんな意見があったんで、それこそ2000万円もらえるんだったらもうしばらくいればなんていういろんな意見があったんですけど、アコさんがアホちゃうかといった一言を聞いてみんな、我々は断ったんですよ。みんな変わった態度、おいと思って、これがアコイズムかと思って、アコイズム出た。みんなね、断ってはいないんですよ。もう少し考えたらくらいだったのに、アコさんがアホちゃうかって言った瞬間にマジで、我々は断ったんですけれども、またとかあるわけね。 N さん、 N さんも7キロ痩せた N さんが変わりました。あ、そうです、はい、8キロね、8キロ、はい、なんでさっき言って1分も経ってないのに変わんの。申し訳ありません、はい、何すんねんなこの番組。クイズなんですよ、クイズは分かってる。では両ゲストが揃ったところでミュージックバトルのスタートです。ルールは実にシンプルです。お二人からそれぞれリクエストをいただいてクイズに挑戦していただきます。そして正解した方のリクエスト曲が流れるという仕組みです。あ、だからクイズに答えたないとリクエスト曲が流れないと。アッコさんの選曲がね、すごい気になってたんですけど。あ、本当？いいですかこれ発表しちゃって。ワニマのね、リンド。そうなんですよ、ワニマはね、まあワニマって言うてんけど、あの、もともとワニマの事務所の社長、だから 社長だろうな、あいつ。横山健ってね、ハイスタンダードの、クレケンのじゃなくて、ハイスターの横健とすごい仲良くて、ほんでハイスターが好きだったんだけど、同じ事務所でワニマってのがいるっていうのがあって、若いなって言ってるところに、2年くらい前かな、熊本の、あの震災を復興、震災復興させるっていうので、ワニマと一緒に共演して、その時にじゃあ一つ、それ横県のとこなんだって言ったら、そうなんですよ、いつも聞いてますって、で今度ご飯食べようよっつって、横県とワニマの3人と、かわいいね、私が名前覚えないって分かってるから、はい、T シャツに名前書いてきたの。それもすごい、それもピンク白ブルーで、でもう、かわいいね、色で分けてね、ピンクの誰々ちゃんと書いて、富士とか書いてきて、僕らワニマですって3人ともって言って、でこの間全然関係なくレコード会社からアルバムもらったんですよ、このカミナちゃん、はいはい、それがね、意外に同じような、まあパンクだからさ、同じようなメロが多い中で、このリンドっていうのがね、バラードで結構泣かせる。あ、そうやってるともうそのまま今聞きたい感じですけど、これバトルの後で、はいはいはい、はい、他にもミーシャさんだとか、竹原ピストルとか、吉川晃司さんだとか、吉川晃司は面白い話いっぱいあるんだよ。うわ、怖い大丈夫、話せる範囲の話ですね。さあ、そして竹原くんの選曲が、はい、これアッコさんの楽曲ですね。私はもう今回のリスペクトを込めて、歌手和田アキ子さんの曲をですね、全て並べさせていただきました。好きな曲ばっかりなんですけど、うん、そうなの、代表曲から、あのアッコさんご存じないと思うんですけど、歌手和田アキ子ってすごいんですよ、はい、やっぱりご本人は自分のこと見たことないから。ああ、そうか、生で和田アキ子を見られない唯一の人ですから。そうそうそう、かわいそうですね。ある、もうそうですよ。で、私選曲にすごい不満があるんだけど。不満なんですか、不満って。いや俺なんかいいところつくねって言うから。なんでですか。いや、なんなのこのあなたにありがとう選んだの。アコさん、そこら辺ちょっと。じゃあまずあなたにありがとうからいきます。え、あ、いやいや、知らない。不服があると思いますけども、はいはい、ちょっとじゃあバトルの方やって、はい、それでいきましょうか。バトルほんま早せな。はい、そうなんですよ。それでは終わりましょう。それでは終わりましょう。ミュージックバトル第1問です。はい、まずはそれぞれのリクエストナンバーから伺いましょう。アッコさん、先ほど言った、はい、ワニマのリンドでよろしいですか。最後、はい、さあ、そして対する柿穴アナウンサーのリクエストナンバーは、アッコさんの1970年の曲、あなたを独り占めという曲ですね。あ、そうなんですか。あなたを独り占めは、ですか、はい、アッコさんは多分この歌を覚えてらっしゃらない、はい、と思うんですけど、はい、作詞がクユーさんなんですが、はい、アッコさんに何と歌わせてるかというと、うん、他の誰かに取られたら殺してしまいたいと歌わせてますね。本当、はい、あ、まあ、でもあの、このね、実生活でワコさんが言ってた。あのね、それはね、さっきのいい加減せんか聞いてない、私のイメージ。俺たちが作った。私本当真面目に生きてるから、ね、いやもう知ってますよ。半グレじゃないんだから。知ってますよ、半グレですからね。半じゃない、本ですから。本気 100% ね。しかもじゃないの、あの、殺してしまいたいと歌わせてるだけじゃなく、この歌の中で実に悪友さんは、あなたという言葉をアッコさんに15回も歌わせてる。でもアッコさんの歌にあなたってたくさん出てくるイメージがある。だから、あなた、その2年後にあの鐘を鳴らすのはあなたを書いてます。あなた、うん、だから悪友さんって人はアコさんのあなた
独り占めでアッコさんに15回もあなたを歌わせてるこの歌を、はい、あなたの代表曲ね。そうですそうです。しかも誰かに取られたら殺してしまいたいですから。今の指摘はどうですか。知らなかったからすごい。振り返るとそういう意味ではあなたって多いですね。多いですね、はいはい、まずだからあなたの中のだから僕たまたま今回選曲した中にアッコさんのタイトル、あなたという言葉が入ってるのを3つも選んじゃってるんですけど、はい、その中の1曲ですね。わかりました、はい、思い出が強いナンバー2つ出ましたが、はいはい、オンエアできるのは1曲だけでございます、はい、それではサタデーミュージックバトル最初の問題です、はい、ミュージックバトル第1問はハロウィンクイズです。おとといはハロウィンで渋谷も一晩中仮装した人で盛り上がったそうですが、ハロウィンといえばかぼちゃを顔のようにくり抜いて作ったランタン、ジャックオーランタンが有名です。ですが実はもともとはかぼちゃを使っていなかったそうです。もともと使っていたものは何だったでしょうか。次の4つのうちから選んでください。1番ジャガイモ、2番カブ、3番スイカ、4番壊れた夜間。さあそれではお答えいただきましょう。これはどっちから答えるんですか。これはもうじゃあアッコさんから。これでも考えても、はい、このジャガイモ、カブ、スイカって野菜なのになんで4番の壊れた夜間がなんでここに入ってるかっていう、ね、謎です ね, ね, ねそうですね。壊れたで、普通カボチャと変わるったスイカしかないんだけど、雰囲気としてはジャガイモには下ちっちゃいでしょ、カブもちっちゃいでしょ、はい、壊れたやかんくり抜くの大変やねじゃあ私スイカ。アッコさんはスイカ、はい、ということですね、はい、さあそれでは対する柿穴アナウンサー、じゃあ僕はやっぱアッコさんの言う通り壊れたやかんでいかにも問題制作者の意図を感じるので、でジャガイモは小さすぎる、うん、2番のカブでいきます。2番のカブ、はいはい、さあ正解はどうなんでしょうか。結果発表は後ほどということでございます。 FM93 AM1242 日本放送サタデーミュージックバトル天野ひろゆきルート930。お知らせに続いては交通情報です。交通情報挟んでFM93 AM1242 日本放送サタデーミュージックバトル天野ひろゆきルート930。前回からアッコさんと柿原くんを迎えてお届けしている1回目の番組サタデーミュージックバトル天野ひろゆきルート930ということで第1問記念すべき問題が出ましたが、はい、改めて問題はこちらです。ハロウィンといえばかぼちゃを顔のようにくり抜いて作ったランタン、ジャックオーランタンが有名ですが、実はもともとはかぼちゃを使っていなかったそうです。もともと使っていたものは何でしょうかということだったんですが、この問題に対してアッコさんは、はい、まあ、かぼちゃのあの大きさから考えて変わるんだったらスイカやろと、まあ、はい、うん、そして影原くんの答えがカブ、はい、ということでございました。カブはないと思うな。正解はどうなんでしょう。松田さんお願いします。正解は2番のカブです。イメージがね、あんな大きい株があると思うんだよ。
ちなみに、ね、確かに、うん、カニカール僕の好きだと思いましたこの問題ね。しかもくり抜けるじゃないですか、皮も厚いから、うんうんうん、分かんな、次からそういうんで2問目いこうさあそれでは柿原くんのリクエストナンバーに行くわけですね、はい、ありがとうございませんね。では改めて柿原くん曲紹介、はい、わかりました。これ作詞阿久悠さんで編曲またかっこいいんですよ、はい、魔界の俊一さん、アコさんの笑って嬉しいとか、はい、それこそ森進一さんの襟裳岬とかね、はいはいはい、印象的な編曲をされてる方、はい、詳しいね君、もちろん心を込めて選曲させていただきましたお送りしましょう。お前嬉しいな、ありがとうございます。なぜならクイズ正解しましたからお送りしましょう。我が貴子、あなたを独り占め